皆様こんにちは。京都でゲストハウスを約40棟運営しております株式会社京都屋の平尾と申します。このチャンネルではゲストハウスのオーナー様や今後ゲストハウスのオーナー様になりたいという方向けにゲストハウスの最新情報や運営方法をお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。前回写真を撮影する際は携帯電話や iPhone ではなく一眼レフと広角のレンズを使用した方がいいというお話をさせていただきました。 iPhone や携帯のレンズではどうしても撮影する部分が狭くなってしまいます。そうするとお部屋全体の雰囲気や状況をお客様にお見せすることができないのでご予約をするお客様も疑問が残ってしまいます。物件を撮影する際はせめて16ミリもしくは12ミリくらいの超広角のレンズを選びましょう。最近の iPhone では超広角で撮影することができますがどうしても周りが歪んでしまったりするのであまりおすすめはできません。もし写真撮影をお考えの方がいらっしゃればぜひ弊社までお問い合わせお待ちしております。お問い合わせ方法は LINE でのお問い合わせが可能です。動画下の概要欄より LINE でお問い合わせお待ちしております。すべてのご質問に私平尾がお答えいたします。このチャンネルではこれからもゲストハウスの運営方法や最新の情報をお伝えしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。